こんにちは、白木屋クリーニングです。東京の東久留米市、西東京市でクリーニングをしております。お気に入りのお洋服、お着物についたシミでお困りの方はぜひご相談ください。前回、シミ抜き処理をした結果報告をいたします。はい。丸一日かけて前処理、翌日に水による洗浄、その翌日に仕上げをして今の状態があります。首周りの汚れ、それから襟先にあったシミ、他にもありましたが、すべてきれいに復元することができました。確認していただきたいと思います。ありがとうございます。